イエホー ということでですね、はい、今回はですね、はい、メルセデスの、はい、GLA クラスのご紹介をしてみたいと思うんですが、最近乗りましたよ僕これ、赤いやつ。あ、乗りました？赤いやつ、赤いやつで抜きましたよ兄さんを。え、なんでなんで？あれメタリックグレー乗って、うん、あのホームストレートギリギリのところで、あ、なんということですね、 GLA のコマーシャルがなんと、はい、あのスーパーマリオの、はい、例のキャラクター、まあ、これで一瞬そういう格好してみたんですが、なんでですね、はい、GLA がですねこのちょっと若手ぶり若手、ね、いや若手に向けて、うん、多分なんですけど、あのノリが警戒ですよね最近ね。ノリが警戒本当に、ね、いいんですよなってても、若手というよりは、はい、でもやっぱりどんな人たちにおすすめしたらいいのかっていうのをですね、うん、マリオとルイージがですね、はい、ちょっと見てみたいと思ってるんですが、はい、ちょっといろいろ見てみます、はい、すごいよ結構。あ、まずねこちらは、はい、用意したこちらはですね、GLA の AMG 仕様、それも初回限定300台ホワイトカラーの仕様なんですよ。なかなか乗れないですね。え、なかなか手に入れることできないんですね。あ、多分ね数少ない、まあ、300台ですからね。白が300台、黒が300台、そうするとねこんなすごいカナードがくっついちゃったりとか、いやいや、ね、こんな赤いラインが入っちゃったりとか、こんなデカールがねドドーンって入っちゃったりとか。赤ばっかじゃないですか。緑ないんですか。緑はない。内装ちょっと、内装見てみるよ内装。え、あっちからあっちから。さあ運転席から見てみるよ。さあドア開けてみるか。はい、来たよ。さあ乗ってみて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 。ます。さあどうだどうだどうだ。いっぱいなんかこれシートとかね。それね、メルセデス乗ったことないね。いやいや、ありますよ。ルイジ乗ったことはないけど。それもうそれ普通だから。普通なんですね。普通だからシートポジションとかね、はいはい、そんなことよりもこのデザインとかですよ。ああね、もうさインテリアにもこういうこれね、これ限定仕様だと思うよ。まだこれシート、すまん、自分でこうやって行かないといけないね。ああ、自動ですよ。違うよ、そのシートのシートに驚くんじゃなくてさ、何このバケットを見てよ。ああ、見てなかったな。ちょっとさシートに入ってなんか気がつかなかった。これもうあれですね、4点前提じゃないですか。4点は前提だよね。4点前提だし、こんなメタリックだな。メタリック調で、サイドのこれすごいですね、ホールド感。すごいよ。こんなシート、これもまあスペシャル仕様だけどね。でもこのシート俺相当高いと思うよ。だってこれ電動で、ここの幅もね、ここの幅もフィット感あるし、フルバケタイプ、このねメタリック使い、これはすごいよ。俺ねさっきね一瞬寝たのよ、あまりにも眠くてあまりにも眠くて一瞬ねシートを倒して寝たんだけど、はい、バケットシートなのにどれ倒すとめっちゃ、ね、寝やすいよ。ああこれは素晴らしい、これは素晴らしいですね。寝られるよね。寝られますね。これ寝られるよね。硬、うん、いんですけど、はい。今寝なくていいからね。今寝なくていい。硬いけど、硬、うん、いっていう印象がないですね。まあホールド感がいいからだね。全体で捉えてる感だよね。はい。ちょっとエンジンかけてみましょうか。いいですか。いいよ。エンジンかけてみよう。エンジンかけます。はい。音。いやふぃー。そうだ。おいしょ。さあルイージさん、さあルイージさん、はい、さあ外観見、外観見ようよ。外観、外観です、ね、外観さあこれすごくね、これリアスポイラー、リアウィング、ウィング、リアウィング、これさ、これ今までのメルセデスの中では、いやすごいな、かなりつけないですよね。あのね、これはね、なんかね、あのもうワイルドスピードの世界に入ってるよね。あ、なんかやんちゃしてます僕みたいな。やっぱり ね、やんちゃで若者向けというよりはもうかなりワイルドスピードな感じだよね。うん、そうですね。だってさ、このリアウィングスポイラーに対してだよ。さらにもう一つ、はい、前前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 前、見て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 。これだ。カナード。いや。カナード。これ標準でつけちゃうんだ。なんてそんなこと。でもこれでスタンダードで出るんだからね。
すごいですね。これすごいよね、うん、さああと気に入っているところは、気に入っているところ、うん、やっぱここの赤いラインじゃないですか、これね、これね、これ派手だよね。これが緑だったら僕も納得するんですよね。いやいやいや、やっぱりここはやっぱり赤でしょ、ここはやっぱり赤でしょ、はいはい、いやでもこの白に対してね、うん、遊び心がありますよね。すごいよね、はい、もうここまで派手だったらね、エッジ立ってますよね。エッジ立ってる。カナードといい、スポイラーといい、ここ何ですか。そこもね、デザインでしょ。いやいや、まあ、あとね、後ろちょっと後ろ一緒に後ろちょっと乗り込んで、後ろに乗り込んで。あ、ここです。はい、はい、よっ、随分さっき話しましたね。さあ、ルイージ、マリオで一緒に乗り込む、このコンパクトハッチバックでいいですか。これですか、はい、これはね、ミニ SUV 感覚。 SUV なんですね。 SUV なんですね。後ろから見てもいいですね。 GLA のもうちょっと300万円台のやつは、はい、FF でもあるんだけど、はい、まあスポーツユーティリティビークル、まあ便利、利便性のいい車ということですね、はいはい、うん、でもリアシートも乗りはいいね。いいですね。乗りはいいですね。ちょっと前にしてくれれば、このシートこの後ろ面が硬いけどね。この運転席がなんか、はい、もうちょい前でも、これね、完全スポーティーに割り切ってますね、運転席は。スポーティーね。プラスチックですよ。プラスチックって言わないの。硬質。硬質。プラスチック。ああ。なんだろう。ジュラルミン的じゃないですか。我々、マリオ、ルイージ二人でですね、近頃のね、こう GLA をですね、ちょっとポップな気持ちで堪能してみましたが、この後はですね、ちょっと私が真面目にですね、普通のインプレをさせていただきますが、さてまずはインテリアですけどね、特徴的なのはやっぱり MG 仕様のこのステアリングですよね。アルカンターラを使ってるというですね、この手持ちの部分だけなんですが、上の方下の方はですね、ソフトな皮巻きのタッチですが、手に触る部分だけは、バックスキンスウェード調のですね、アルカンタラを使用した、なんとも優しい手触りがいいと思いますよ。ステアリングホイールの、まあ、高級感、気持ちよさとともにですね、やっぱりシートですよね。AMG 仕様のですね、ハイパフォーマンスシートとなっておりますが、結構深いバケットシート感で、リブサポート、そしてもも、のサポートもですね、随分細かく調整ができるんですよね、広さを。小柄な私でもですね、かなりしっかりと、タイトに、幅を作ってくれる。マフラーの音はね、結構迫力ありますよ。どんな音がするのかって、それはもう全開走行していったらブローフバルブの音までしちゃいますからね。こんな感じ、ブローオフしている。こんな市販車あんまり聞いたことがないような気がするんだけどな。さあ、ハンドリングの方ですが、ハンドリングはですね、やっぱり車格がですね、やっぱそれほど大きくない、SUV といってもですね、コンパクト SUV という部類に入る、全長は約4.45m ですか、車幅 1.8 ですからね、意外とやっぱり、都内の細かいところをですね、走る人はまあ本当はこのぐらいの大きさがですね、便利なんじゃないかなと思いますよ。足回りに関して、これはですね、元の状態、スタンダードの状態から意外としっかり感のある、まあ今までのメルセデスとしてはですね、やっぱり、A クラス250あたりで僕も随分固めの足を作ってくるんだなって驚きましたけど、こいつもですね、かなりしっかりした、足回りを、SUV というよりは本当に、コンパクトスポーツカーを思わせる足回りをしてきているなと思います。さらに、スポーツモードの、スポーツハンドリングモードっていうのを選定しますと、よりですね、まあ、ロールをちょっと抑えた感のある、しっかりしたハンドリングができるので、まあ、かなり元気のいい走り、そして SUV とはいえなんかサーキットでも走っちゃうぐらいの、そのぐらいのですね、しっかりしたハンドリングを見せてくれております。さあ、エンジンはですね、これも
GLA の、180はですね、122馬力、250だったら211馬力と、まあ、結構抑え気味だと思うんですよね。2リッターでターボチャージャーついてるんですが、あくまでも、燃費を良くするためのターボチャージャーみたいな感じで、それほど出力は出していないんですが、さあ AMG 仕様のこいつになりますとですね、なんと2リッターで360馬力、2リッターで360馬力って相当出してますよね。まあターンもついてますからね、ターンもついてる中でも、燃費より、まあ、あくまでもやっぱりパワーをちょっと優先しているようなセッティングになっていると思うんですけど、いやー元気のいい走りすることすること、SUV っていうね雰囲気じゃないんですよね。それこそ、カイエンとかね、ああいうなんか SUV 系なのにやたらとバカっ早いみたいな、そんなイメージをですねちょっと出してくれるので、僕としてはまあこのマシン乗る人、そうですね、やっぱり車格自体はねちょっと落としたい人だと思うんですよね。だけど MG 仕様を選べばですね、やっぱり700万円台、700万円台で AMG が買えるっていうのもですね、こう今までになかったような設定になるんですが、まあ、初回限定車だけ810万になってますが、700万円台で AMG 仕様はですね、新車で手に入る、小さい車格で、AMG を手に入れようみたいな、走りはもちろん元気いっぱいですよ、都内をね、スイスイと駆け抜ける中、渋滞もあっても OK、そして早く走ろうと思えば、まあ、360馬力としっかりした足回りで、キビキビ走ってくれる、だけどやっぱり SUV という名前がついておりますから、非常に利便性もいい、荷物の積み下ろし、後部座席の、居住性、そして、運転席での乗り降りひっくるめてですね、全てにおいて何にも使える車両という形になっておりますが、ここにもやっぱりAMG を設定してきて、メルセデスのですね、まあ、高級感というか、高級志向をですね、普段手軽に味わえるマシンになっている。